広島県立総合技術高等学校は、三原市本郷南にある2005年4月に開校した、専門学科を設置した、県立高校である。旧広島県立本郷工業高等学校、並行後に、専門家高等学校として設立する。本郷工業高等学校の施設をリニューアルして、使用している。設立に伴い、広島県立尾道工業高等学校、 広島県立加茂高等学校の生活科学科、広島県立川池高等学校の食物調理科、生活文化科、商業科などを近隣の関係専門科を集約した。それに伴い、尾道工業高校は2007年3月閉校、広島県立加茂高等学校、広島県立川池高等学校は2007年4月より、普通科単科高校となる。所在地は、 旧本郷工業高等学校コーチにあたる。学校方針は幅広い視野を持つ人材の育成。複数の資格の取得率100%、進路希望の実現率100%を目指している。クラス編成は1年では学科に関係なくクラスを編成され、2年3年で学科別のクラス編成になる。2.3年次での選択授業では、 他学科の授業を受けるることもできる国家資格の基本情報技術者試験の午前、科目免除制度の認定校となっている。敬愛創造秘書いずれも入部必須公式野球部は、小田博が監督で2007年、2008年と夏の甲子園広島県予選の決勝に進出している。2007年の周期県高校野球大会で優勝し、2010年秋の 中国大会でベスト4に進出、総部6年目の2011年の第83回選抜高等学校野球大会の中国地区代表に選ばれ、甲子園初出場。IPA 独立行政法人情報処理推進、機構、情報処理技術者試験、午前試験免除基本情報技術者試験、認定免除対象講座の一覧。 独立行政法人情報処理推進機構。2021年7月29日閲覧。時事。2014年3月26日付。高一自殺。いじめが。要因イコール学校が。調査報告広島。ありがとうございます。